イタチ、今日のお前ちょっと集中できてなかったんじゃないか。どこにでも行けるほど優秀でも大学受験に油断は禁物だぞ。はい。この夏どっか行ったりすんの？受験生に夏休みなんてあんのかな。リン先輩、レオナ、どうしてここにまだいるの？まさか私を待ってたの？どうしても聞いておきたいことがあって。それならシリカでメッセージくれればよかったのに。直接会って話したかったんです。数時間前とはまるで別人ね。先輩が塾に行ってる間いろいろとあったんです。で、リン先輩の話にはおかしなところがあるなって気づいたんです。いや、気づかせてもらったんです。誰に？それは言えません。秘密がまた増えたわね。少し歩きませんか？今日じゃなきゃダメ。あの返事もまだ考えられてないし。すぐに済みますから。わかった。第3話、イタチリンの場合。ループって過去に戻って未来を変えるんだとか、それこそ過去に亡くなった誰かを救うためとか、まず何か目的があってそれを叶えるための手段として望むものですよね。とか言って映画とかアニメから得た知識ですけど。そうかもね。でもリン先輩の場合はループそのものが目的になってません？無言は肯定として捉えますよ。続きを聞かせて。リン先輩が願ってるのは17歳をループすること自体、つまり18歳より先の世界に行きたくないってことなんじゃないかって。まさか君に言い当てられるとは思ってなかったけど、おおむねそうよ。やっぱり。中学の頃にね、仲良しだった子たちがいたの。きっとアクアさんたちのことだ。あの子たちとは幼稚園から一緒で姉妹同然だった。だけどいろいろあって私は選択を突きつけられたの。そこに残るか転校するか。私は真剣に悩んで彼女たちと離れる方を選んだ。離れても連絡を取り合う方法はいろいろあるじゃないですか。それはできなかった。だって正しくは私は彼女たちと一緒にいることを選ばなかったんだから。そんな大げさな。レオナ、私たちが何かを選ぶときというのは必ずもう一つの何かを選ばないってこととセットになってるの。選ばれずに取り残される人もいる。そうよ。実際私は選ばなかった側から嫌われた。私の選択のせいでね。全員にですか？いえ、多分その中の一部から。でも全員と前のような関係にはないわ。選ばなかったって事実が私の中の彼女たちの選ばれなかった想像をどんどん誇張させていって、選べなかったじゃなくて選ばなかったって言ってる時点でも決着はついてるのよ。聞いたことあるんですか、その選ばれなかった人たちに？ないわ。じゃあまだわからないじゃないですか、向こうがどう思ってるのか。もちろんそうね。私だってその選択のおかげで世界が広がった。さっき君が言ったその気になれば何にでもなれるっていうのもそうだし、塾の先生がしつこいほど口にするどこにだって行けるのかもしれない。だったら。でもね、何かを選べば必ず選ばなかった可能性を捨てることになる。そしてそれが抱えている可能性が大きければ大きいほど捨てる苦しみも大きくなる。私はもうこれ以上何も選びたくないの。
レオナは突然歩道橋の手すりに乗り上げる。何かを選べば何かを失う。それは人間が生きている限り避けられないことだ。僕はクレイを失って